ゲオルク・フィリップ・テレマン・テレマンの肖像画ソラウの、テレマン像・テレマンのサイン・ハンブルク視聴者の記念碑、ゲオルク・フィリップ・テレマン、1681年3月14日から1767年6月25日は、ドイツの作曲家。テレマンは、後期バロック音楽を代表するドイツの作曲家で、40歳以降は、北ドイツのハンブルクで活躍した。 18世紀前半のヨーロッパにおいては、随一と言われる人気と名声を誇り、クラシック音楽史上最も多くの曲を作った作曲家として知られる。自身もオルガン、ハープシュコード、リコーダー、リュートなど多くの楽器を演奏することができ、特にリコーダーについては高い技術を有する名人であった。同時代の作曲家であった、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルとは、 ライプツィヒ大学時代からの友人で頻繁に手紙のやり取りをしていたほか、ヨハンゼバスティアン・バッハとも親密な交友関係にあり、バッハの次男カール・フィリップ・エマヌエルの名付け親にもなった。また、1750年にバッハが死去した時には、バッハの業績を最大限に称える追悼の言葉を送っている。彼の音楽様式には、20歳代から30歳代に、 触れた、フランス、イタリア、ポーランドの民族音楽、特に部局からの影響があり、ドイツの様式も含めて、それらを使いこなし、ロココ趣味の作風も示した。彼は86歳と長生きだったため、晩年はハイドンの青年時代などと重なり、恒例でも創作意欲が衰えなかった。トリオ・ソナタの編成で、ディベルティメントと書かれた晩年の作品もあり、常に、 新しい音楽傾向の先頭に立ち続けた。日本ではテレマンへの注目も高く、日本テレマン協会は1969年に発足して、現在に至っている。テレマンは1681年、ドイツ東部マクデブルクの中流家庭に生まれ、ルター派プロテスタントの洗礼を受けた。父ハインリヒは伝道師で、テレマンが4歳になる前に亡くなり、やはり先祖が、 牧師の家系であった母マリアに育てられた。テレマイケもバッハ家ほどではないが先祖に何人かの音楽家を出している。マクデブルクの小学校ではバイオリンリコーダー、チスターなどを演奏して、旧友と音楽に親しんだ。10歳で同地のギムナジウムに出席するようになり、カントルからドイツの詩や文学について高いレベルの指導を受けるようになった。ラテン語。 ギリシャ語の成績が良かったが、音楽については短期間で超速な進歩があったので、歌唱指導を任せられた。その間カントルが作曲しているスコアを、後ろから見るのが楽しく、なぜか興奮したと自助伝に述べている。やがてほとんど独学で楽譜の書き方を習得し、自分でも作曲を始めるようになり、12歳でオペラを作曲した。テレマンの母は、息子が、 音楽の道へ進むことには反対であったが、テレマンは楽器を取り上げられたり、音楽活動を禁じられたりしても隠れて、作曲の勉強を続けた。およそ13歳の頃、彼は母の方針により、音楽から引き離す目的でチェラーフェルトに追いやられることになった。しかし、ここでは病気の教師に代わって、作曲、指揮を行い、成功を収める。4年後、 ヒルデスハイムに移って、ギムナジウムで学んだ。ここでは、校長が書いた劇のアリアを作曲して、好評を得た。当時は1年生150人の生徒の中で3番の成績であったとテレマン本人は自慢している。在学中に、ヒルデスハイムからほど近いハノーファーとブラウンシュバイクに、しばしば出かけ、劇音楽、教会音楽、イタリア音楽に触れた。 1701年になったテルマンは、母の意向に従って大学に通うことに決め、ライプツヒに向かった。途中立ち寄った晴れで、すでに有名になっていた若いヘンデルと知り合い、後年ヘンデルがイギリスへ移住してからも彼らは互いに手紙で交流を続ける間柄になった。ライプツヒ大学では法学を学ぶと同時に、学内では学生と市民からなる。 学団コレギウムムジクムを統率した。1704年、プロムニッツ伯爵の招きを受けて原ポーランド領、ルブシュケンのゾーラウの宮廷学長になると、伯爵が好むフランス風の作風を学ぶために、ジャンバティスト・リュリア・アンドレ・カンプラの楽譜を研究して、手法をマスターし、フランス風還元学組曲を2年間に200曲も作曲したことを、テレマン本人は記録している。 この宮廷では一年間の半分をポーランドシュレージェン地方のプレッセで過ごしたので、この地やクラカウでポーランド音楽を喫水のやしたっぷりの姿で味わうことができた。注意深い人なら彼らの音楽を一週間聴いたらたっぷり一生役立つぐらいたくさんのヒントを汲み取ることができるだろうとテレワンは書いている。しかし、やがて大北方戦争の影響で食を持参ねばならなくなった。 1708年、アイゼナハの宮廷に招かれて、宮廷秘書の肩書きを与えられ、宮廷礼拝堂楽団を組織した。この時期、アイゼナハの出身で、バイマルの宮廷オルガニストを務めていたバッハと知り合い、修正の信仰を結ぶことになった。翌1709年、アマーリエ、ルイーゼ・ユリアーネと最初の結婚をしたが、1年は余りで、娘を得た後、すぐに妻を失っている。 1712年に自由とし、フランクフルトアムマイン氏の音楽監督、二つの教会の教会学長に続けて就任した。また、アイゼナ派から不在学長の任命を受け、教会と宮廷のために必要な作品を書き送ることになった。1719年、ポーランド王権作戦戦定校アウグストが、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ一世の娘マリアヨーゼファとドレスデンで、 結婚式を挙げ、延々と華麗な祝典が行われた。この時テレマンは同時訪れ、ベネツィアから来ていたアントニオ・ロッティの二つのオペラ等を聞いたと書き記している。その歌手として特に、ロッティ・プジンをはじめ六人の歌手の名を挙げていて、イタリアオペラから大きな感銘を受けたことが伺われる。またこの時イタリアの名手フランチェスコ・マリア・ベラチーニのバイオリン演奏にも触れた。 テレマンの最大の転機は1721年に訪れた。ハンザ自由都市ハンブルク市の音楽監督、兼ヨハネウム学院のカントルだったヨアヒム・ゲルステンビュッテルが亡くなり、その後任に選ばれてハンブルクに移住したのである。およそ1年後、久しの傾いていたハンブルク市の歌劇場が再建され、その音楽監督と歌劇の作曲も引き受けることになった。 その後亡くなるまでの46年間、彼はハンブルク市の音楽全体を指導する監督の位置に、あり、オペラ、コンサート、教会音楽の演奏や出版を次々と行い、当時のヨーロッパでは随一とも言われるほどの高い人気と名声を獲得していった。1722年、ライプツヒ聖トーマス教会の学長クーナウが亡くなった時、ライプツヒ首都局は、 クーナウの公認としてまず、テレマンを招兵しようとしたが断られたため、仕方なく当時は中程度の知名度に過ぎなかったバッハを招兵したという記録があるほど、当時のバッハは作曲家としてはテレマンよりも、格段に、低い扱いを受けていた。しかし、そのような一般民衆の評判とは何ら関係なく、テレマンは、バッハの音楽の良き理解者であり、前期の通りテレマンとバッハは、 生涯にわたって深い信仰を結んでいた。1726年、遠く離れた中部ドイツのバイロイト宮廷からも学長に任命され、折に触れて、気学作品を書き送るほか、毎年一つずつ歌劇を提供するようになった。1729年、ロシアから不妊の要請を受けたが、結局これには応じなかった。腰を落ち着けたい気持ちが、 高い栄誉への欲望よりも強かったと自助伝に記している。1737年9月末から8ヶ月、パリに滞在した。そこで新しい四重奏曲集と六曲のソナタ集を出版した。この四重奏曲をフラウトトラベルソの名手、ミシェル・ブラベが素晴らしく演奏したとテレマンは書いている。その他、紙編競奏曲、カンタータなどを作曲し、 コンセールスピリチュエルで演奏され、大変な栄誉を受けた。テレマンは裕福なし。彼の作る曲は常に、当時のヨーロッパ社会の流行の先端を行く作風であり、また複雑で難解とされるバッハなどの曲と違って、アマチュアにも演奏しやすかったため、当時の貴族や富裕層の人々からは大いに親しまれていた。しかし、 音楽の世界での成功とは裏腹に、彼の結婚は失敗続きであった。彼は最初の妻と一人の娘を設けて15ヶ月で死別した後、1714年にマリア・カテリーナと再婚し、合計9人の子供を授かったが、この2番目の妻マリアはスウェーデンの将校と関係を持っているとの噂だったため、結婚は1720年代前半までに、 すでに問題を抱えていた。マリアはギャンブルに熱中して、テレマンの年収を超える4400、ライヒスターラーにも上る莫大な負債をこしらえたが、ハンブルクの商人たちの助けで、彼は破産から救われた。1736年までにマリアは、テレマンの家を出た。彼女は、夫より約8年長生きして、フランクフルトの修道院で1775年に亡くなった。 長男アンドレアスが1755年に死んだ後、テレマンはアンドレアスの息子、ゲオルクミハイル・テレマンを引き取り、後にゲオルクミハイルは音楽家及び進学者として著名になった。晩年、テレマンの視力は悪化し始め、1762年頃までにかなり健康が悪化したが、創作意欲には何ら支障はなく、1767年6月25日の 夕方に呼吸器疾患による衰弱のため86歳で死去するまで作曲を続けていた。テレマンの死後、長年の友人であったバッハの次男カール・フィリップ・エマヌエル・バッハが彼の後任としてハンブルクの音楽監督になったが、エマヌエルが着任するまでの間は、デオルク・ミヒャイルが監督の職務を代行した。そして、エマヌエルの死後は、 ゲオルク・ミヒャイルが正式に公認の監督になり、テレマンとバッハの交友関係は孫の代まで長く続いた。テレマンは当時のヨーロッパ各国の部曲を研究し、曲の中に取り入れた。その作風は多様で、一口では言えないが、あえて簡単に言えば、バロック音楽と古典音楽の中間に位置している。彼は冗談のセンスも高く、 老人たちという作品名で全世代をこき下ろすという感性や結婚生活の不毛についてのオペラ作品や学校の先生のプライドを皮肉った作品もある。しかし、その作風があまりにも当時のヨーロッパ社会の流行に迎合しすぎていたためか本人の死後は急速に評価が下がり知名度はバッハと逆転した。それでも無伴奏バイオリンのためのファンタジアは 教育用として用いられ、モダン楽器による作品の演奏も途絶えることはなかったが、彼の全作品がくまなく小楽器演奏の評価の対象になったのは少なくとも1990年代以降のことである。テレマンは86年の長い生涯で膨大な数の曲を作ったことで知られ、ギネス世界記録においてもクラシック音楽の分野で最も多くの曲を作った作曲家として、 正式に認定されている。ドイツ5番ウィキペディアによると、テレマンの曲は現在3600曲以上が確認されているが、すでに楽譜が失われている曲や未発見の曲も多いとみられ、実際の創作品数は少なくとも4000曲を超えるものと考えられている。ベーレンライター社からテレマン全集が出版され続けているものの、 同時期に始まった新バッハ全集の編集が20世紀に終わって、現在は、ホイバンの観光が行われているのに比べ、テレマンの作品群は21世紀に入っても整理、しきれていないばかりか、21世紀中の全作品の観光も難しいと見られている。12歳で、デビュー後、74年間にわたって、生涯現役であった。彼は少なくとも、オペラ四十曲、 室内学200曲、競争曲170曲、還元学組曲600から700曲、受難曲46曲、教会カンタータ1700曲以上などの膨大な曲を残した。一般に17世紀後期から18世紀にかけてのバロック時代のヨーロッパでは、教会の礼拝用、または王公貴族や富裕層などの娯楽や祝祭典用など様々な方面において、 音楽の需要が増加していたため、当時の著名な作曲家たちは必然的に多作になる傾向があったが、特にテレマンの作品数は現在知られている同世代のアントニオ・ビバルディの作品数800曲以上やヘンデルの作品数600曲以上、バッハの作品数1100曲以上などと比較しても群を抜いている。マルティン・ルーン家によるテレマン作品目録、バルター・メン家による テレマン声楽作品目録がある。番号によって住み分けられていて、1から15、宗教声楽曲、20から25、世俗声楽曲、30から39、気楽曲、40から45、室内楽曲、50から55、還元楽曲となっているため、通常は TWV で共通に表記することが多い。例えばターフェルムジーク第1集の第1曲、 序曲補単長は、ジャンル番号が55、調整が E のグループの1番の番号を与えられ、TWV55、e、E1 と表記される。TWV41 以降はほぼ調整と、併記されているが、生学局、企学局には調整の表記がなく、ブロッケス受難局には、ジャンル番号を受難局の1番で、TWV5、1という番号が与えられている。裁判年には、 53平均率の使い方という文章を発表した。そこにはトリプルフラットやトリプルシャープといった新しい臨時記号の概念が記されている。テレマンは多数の受難曲を書いていて TWV5 は受難オラトリオ及び受難曲に当てられている。詳しくは英語版受難曲を参照。日本ではテレマンではなく テレマンと第一音節を単音に変化させた読み方、表記が多く用いられる。ゲオルク・フィリップ・テレマン・ジャーマン・コンポーザー、インスイ・クロープ・ディア・ブリタニカ、井上和夫、テレマンの項目。ちなみにテレマンは演芸の趣味もあり、ヘンデルは移住先のイギリスから手紙と一緒にたびたび珍しい植物を送って、テレマンを喜ばせていたという。 バッハの次男カール・フィリップ・エマヌエルのミドルネームにあるフィリップはテレマンの名前にちなんだものである。テレマンがバッハの死後に送った追悼の言葉は以下の通り。今は亡きバッハよ。そなたの見事なオルガン演奏は一人そなたに偉大という北書き故障をもたらせり。そしてまた、そなたが筆にしたもの、最高の芸術表現を喜ぶものあり。 はたまた戦望の念もて眺めるものありき。A.B. ハットリ・構造 P.235。しかし、当時テレマンが書いたとされる、還元学組曲の楽譜は大部分が紛失し、現在は確認することができない。A.B. ハットリ・構造 P.242。P A.B. ハットリ・構造 P.235。井上和夫、テレマンの項目。生涯については、 同時代の音楽家マッテゾーンの聞き取りによるテレマンジジョデンに詳しい。ハットリ構造、P 二 P226 以下を参照。テレマンジデン英訳テレマンジジョデン。ハットリ構造 P、P 二 P228。ハットリ構造 P、P 二 P231。ハットリ構造、P 二 P232。ちなみにヘンデルも当時はテレマンと同様父の意向に従って、 ハレ大学で法学を学んでいた境遇であった。この時代のヨーロッパでは音楽家は社会的地位が低く収入も不安定であったため当時の音楽家たちの中には就職に有利な学歴を身につけるために大学で法学を学ぶ者が少なくなかった。後年テレマンやヘンデルが就職の面で優遇されたのも大学で法学を学んでいた学歴によるところが大きい。 一方、家庭の経済的事情から大学へ行くことができず、学歴のなかったバッハは、テレマンやヘンデルと比べて、就職の面で様々に礼遇されていたと言われる。テレマンは、コレギウムムクムを創設したとされることがあるが、英訳辞書伝の客中によれば、すでにあった楽団を統率していただけである。ハットリ・構造、P246、ハットリ・構造。 P240 現存するテレマンの歌劇作品は大部分がこの年以降のものである。オペラ作品の項目を参照。ハットリ P244AB 当時のライプツィヒの新聞で作曲家の人気投票を行ったところ1位がテレマンでヘンデルは2位、バッハは7位だったという記録がある。ハットリ P245 ハットリ P246。自助伝によれば、ハンブルクシ歌劇場からの年俸が300、ライヒスターラー。アイゼナッハの不在学長職の年俸が100、ライヒスターラー。バイロイト級定学長の年俸が100、ライヒスターラーであったと書いている。ハンブルク市音楽監督の年俸は不明。合わせても8年分以上の年俸にあたる。ハッ構造 P244 から5。 テレマンの全作品は4000曲どころではなく、それを優に超えるという説も有力だが、現在までにどれほどの作品が紛失したのかは、と書かっていない。詳細は、ベーレンライター社のサイトにある。プロジェクトミューズの記事によれば、さらに多くの走行がダルムシュタットとドレスデンに、残っている。英語版 TWV のページを参照。テレマン、エスニュームシカルシステム第2部第5章は、 テレマンジジョデン、我が生涯よりと題され、ヨハンマテゾンによる音楽家の栄誉の門に収められたテレマンジジョデンを全文に訳出している。ありがとうございます。